後半戦の開始です。クロスのチャンス、相手陣内でインターセプト。このスルーパスはキーパーに渡った。ボールを前に運びます。いいカットです。ボールを奪いました。インターセプトされました。サイドからの攻撃を狙います。中にスペースがあります。このクロスはキーパーが弾き返す。レフェリーはコーナーキックの判定。ボールが中央へ向かう。これはもう一度コーナーキックです。ボールを入れました。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。キーパーの守備範囲です。インターセプトでチームを救いました。これはコーナーキックです。リードを広げるチャンスです。エリア内へ向かうか。相手に奪われます。ゴール前に入ってきました。入った。同点弾です。パスをサイドに送ります。シュートを狙う。キーパー反応した。ボールを弾く。コーナーです。リードが欲しいところ。ボールを入れた。ヘディングで決めた。サイドから攻撃でしょうか。スローインからゲームは再開です。おっと、裏へ出した。これはチャンスだ。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。マリン、さあスタジアムのテンションが上がります。固いディフェンスに攻めあぐねています。ボールはサイドの選手へ。何をしてくるのか。危ない場面もディフェンスがクリア。ボールはエリアへ。これは大きく外れました。マークされていたのでしっかりと頭に当てられなかったようですね。これはまずいパスでした。相手に渡ります。サイドのスペースを使います。クロスを出せるか。このボールはキーパーが抑えましたね。また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム、
ビルキン入った。前線でプレッシャーをかけてうまくボールを奪いました。チーム全体の動きも良かったですね。相手の隙をついた素晴らしいプレーです。プレーは止めません。主審が流していますね。綺麗なパスを通しています。これ来た。敵陣へボールを運ぶ。ボールがフリーになりました。ホームのサポーターは諦めていませんね。すごい歓声です。この応援に応えないといけませんね。選手たちも最後まで足を止められないでしょう。ラインを割ってゴールキックになりました。同点を目指して攻め立てます。ここが最後のチャンスか。ディフェンスが素早く対処しました。ここからどうするのか。入れば決定的。ディフェンスがすっと出てきてパスをカット。チャンスを潰します。ボールを持って上がります。これはゴールキックになります。勝負はまだまだ分かりません。パスが通りません。最後の攻撃になるかもしれません。同点に追いつけるか。ボールを失います。仕掛けてくるのか。攻撃の流れを切ります。このロブパスはよくスペースが見えていました。このボールを通すわけにはいきません。ここはクリアします。ワイナルドゥム。狙える位置です。ボールを奪われます。同点に追いつけるか。ディフェンスの見事なブロック。ルーズボールになった。試合終了のホイッスル。この一戦アウェーチームが見事に勝利を収めました。いやー、うまい試合運びでしたね。リードを保って見事勝ち切りました。こういう試合で勝ち切れるチームは強いですよ。